はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。今回は OTB アウトオブバックベースボール斉藤由貴ハンカチ物語の続きをやっていきたいと思いますが、実はですねマイクの音声を忘れたままプレイを始めてしまって、オートセーブ機能なので戻ることもできず、今回はですね、まあ、実況というよりかはナレーションというか、僕の声を後から入れさせていただいています。で、今ご覧いただいているのがパリーグ、セリーグのね、順位になっていますが、1位楽天というのは変わらずですね、斉藤由貴の所属するファイターズは5位という状況になっています。ジャイアンツがね、セリーグの方では首位をひた走っているという状況になっています。で、続いて、個人成績の方ですね、パリーグの方、重点的に見ていこうと思うんですが、リーディング、首位打者の方には浅村。で、全体的に少しずつやっぱり成績が楽天勢が目立ってきているのかなというふうに見て取れます。前回はね、デスパイネがホームラン王であり、リーディングでもあったんですけど、少しずつ楽天が、まあ、このあたりでね、頭角を表しているのかなという感じがします。続いて、投手ですね。防御率が和田が 2.17。数少ないね、プロ野球の現役選手の中で僕より年上の選手なんで、和田とかも応援してるんですけどね、頑張ってるなっていう感じがします。松坂なんかもね、この後、松坂大輔復活物語みたいな形でちょっとやっていこうかなと思ってますんで、このチャンネル見ていただいている方、きっと僕と同じくらいの年齢の方、多いんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひね、一緒に応援していただければ嬉しいなと思います。では早速、今回のね、試合の方を見ていこうと思います。で、今回はですね、もう交流戦に入っていっています。で、交流戦なんですけど、まずヤクルトとの一戦ね、もうガーッと進めていっちゃってますけども、試合の方始まっています。で、ヤクルトにね、まだバレンティンが残ってるんですけど、実際には今シーズン21年のシーズンからバレンティンはね、ソフトバンクの方に移ってますね。で、このバレンティンなんですけどね、やっぱり強力なんですよね。ここでホームランを浴びて、まあ、斉藤がね、2失点目という状態になっています。うん。斉藤が、失点を浴びているという状態ですね。で、さらにね、この後またバレンティンとの戦いっていうのが、このヤクルト戦の中のキーになってきていて、2対2、今ね、同点に追いつかれてしまって、均衡状態という中で、再びね、バレンティンを迎えるこの場面。これがね、2打席連続の、ツーランホームランを浴びた斉藤という場面になっています。これでね、5失点目と、いうことになります。まあ、ヤクルト打線もね、まあ、バレンティンが抜けてしまってますけど、去年の、言っても、ヤクルト打線ね、山田がいて、バレンティンがいて、畠山がいてっていうね、バランスのいい打線になってますからね。まあ、その、ヤクルト打線の前に、まあ、残念ながら、斉藤、5失点負け投手ということになってしまっています。まあ、斉藤としてはやっぱり、3失点、6回3失点ぐらいでいけば、まあ、いわゆるクオリティスタートと呼ばれてるやつですよね。これがね、できるようになってくれば、勝ち星がね、少し増えてくるのかな、というふうには思っています。で、斉藤の交流戦第2戦がタイガース戦ですね。もうここもね、福留がいて、糸井と僕がね、多分同い年なんじゃないかな。僕が37、糸井も37、8、6、78ぐらいですよね。筋トレをね、ちょっと頑張って今やっていると言っても、もともと線が細いので全然大したことはないんですけど、やっぱり、ね、糸井の筋肉がすごいっていうのは、筋トレをなんかちょっといろいろ見ていると出てくるぐらい、本当に鉄の体、アイアンマン糸井みたいな感じになってますからね。あとは、ま、福留もね、まだまだ頑張ってくれている。で、鳥谷が1番で入ってますけど、鳥谷はね、もうご存知の方多いと思いますけど、マリーンズの方に移籍。してますね。自由契約から移籍というか入団というか、まあそういう形ですね。で、鳥谷は、井口監督、ロッテの井口監督からは、内野全部守れるように、準備しておいてくれと言われているようですね、報道によると。まあ、ショートのイメージが強くて、まあサードも守れて、
なんかオリンピックか WBC かでセカンドを守ってたシーンも見たことがあるんですけど、一塁鳥谷ってちょっとあんまりイメージが湧かないですけどね。まあそんな斎藤なんですが、この阪神打線相手に、まず1回はね、0点で抑えた立ち上がりというところになっています。タイガース打線でいうと、やっぱり糸井がね、しっかり機能するかどうかっていうのと、福留がどこまで頑張れるかですよね。福留ももう40歳とかですよね、多分40とか41とかだと思うんで、確か野手の最年長が今、福留になっていたと思うんで、まあ、どこまで福留がね、その力を発揮し続けるかっていうのもありますし、福留に代わる強打者もね、出てきてほしいところだと思うんですけど、まあ、ただここはね、同点に追いつかれてしまった場面で、斎藤が降板と。まあ、斎藤、スタミナ的に7回、球数が少ない時で7回、いいっていう感じですね。で、続いてジャイアンツ戦になります。僕、アンチ巨人ですからね、このチャンネル長く見ていただいている方は、たびたび耳にされている方も多いと思うんですけど、で、1番の坂本というところになってます。坂本は、なんかその打撃フォームがなんか、小中学生に人気らしいですね。なんかかっこいいっていう。まあ、足を結構上げてるイメージがあったんですけど、最近のね、その坂本のバッティングフォームどうなんでしょうね。で、その坂本に、先頭打者ホームランでいきなり失点を浴びると。これもね、ツーストライクからのね、ホームランなんですよね。最高。ちょっと迂闊だったのかなっていうところですよね。先頭打者坂本に対して、ツーナッシングと追い込んでからの先頭打者ホームラン。ゲレーロ2番入ってますけど、ゲレーロもね、退団してますんで、新しくアウトオブパックベースボール21が出ているので、この斎藤佑樹物語が終わったら21に移行していこうと思ってます。そこではゲレーロはね、もういないのかなと思います。で、丸を迎える場面ですが、ここはゲッツーシフトを引いて、丸をゲッツーで仕留めに行くっていうね、そういう場面です。で、きっちりその守備位置がはまってゲッツー。まあ、丸もね、左打者なんで、そんなにゲッツーが取りやすいバッターかというと、まあ、左打者なんでね、一塁への到達スピードは、まあ、速い方だと思うんですけど、打速が速かった分、ゲッツーが取れたかなっていう場面ですね。で、強力ジャイアンツ打線相手にね、ここまで1失点、先頭打者ホームランを浴びた1失点でしのいでいるという斎藤なんですが、ここでね、ファイターズが追加点を取ってくれた後、ここで亀井にツーランホームランを浴びて同点という場面になってます。ここで亀井を抑えてれば勝ち星ついたかなっていうところなんですけどね、斎藤の勝ち星が消えたというジャイアンツ戦になります。ここで亀井を抑えてれば斎藤が勝ち星を挙げてジャイアンツにね、黒星をつけることができたんですけど、ジャイアンツも今セ・リーグ独走態勢に入ってるんで、その独走態勢を阻止するという意味でも斎藤に頑張ってほしかった場面ですね。で、続いて交流戦、斎藤第3戦がドラゴンズ戦になります。ジャイアンツ打線に比べるとドラゴンズ打線どうなんだっていうのはありますけど、まあ、ビシエドとかね、強力なバッターいますからね。序盤から大量失点をしてしまった斎藤ということで、まあ、残念ながらこの試合はですね、2点持たずに斎藤がノックアウトされると、2回6失点で降板ですね。で、試合の方は乱打戦になったんですけど、13対11、まあ、11対13かな、ファイターズが敗戦したというゲームになっています。まあ、斎藤もね、2回6失点だとちょっと、厳しい内容かなというところですね。で、斎藤の方はこれで交流戦は、終わりになります。で、ここからまたパ・リーグの試合に戻って、またね、先発のローテーション的に一番手で来るので、ここまた千賀との投げ合いになります。
斉藤と千賀のマッチアップ、これも4試合目とかじゃないかな、千賀との投げ合いになりますね。でソフトバンクは今シーズンはここにバレンティンが加わるっていうね、さらに打線に、強力な助っ人が加わるっていう、恐ろしい打線におそらく変わると思うんで、まあホームランが打てるのがデスパイネ、バレンティン、柳田、これだけでももう本当に強力の中の強力、恐ろしい打線になってますからね。で柳田を迎えてという場面ですね。先制タイムリーを浴びたという場面になります。内川もねまだまだ健在ですからね。内川がいて柳田がいて、さらにデスパイネに加えてバレンティンっていうね、この強力打線で、ちょっと飛ばしちゃいましたけども、ジャイアンツ戦で清宮がねホームランを打ってくれてます。で清宮をですね、たまにファーストもしくはちょっとサードで起用する形、谷地がね、疲労が溜まっているような場合には中田をサードで使ったり、中田はファーストのまま、清宮をサードで使ったりとかっていう使い方を少ししていたところですね、交流戦で、ちょっとあまりいいところがなかったファイターズなんですけど、清宮がホームランを打ってくれたという試合もありました。それジャイアンツ戦です。残念ながらねこのソフトバンク戦も序盤で失点を重ねた斉藤、5回6失点という状態で降板になります。スタミナもねその8回9回投げ切れるスタミナがないので、球数少なく6回7回までを3失点で、打線がね、打ってくれないと斉藤に勝ち星がちょっとつきづらいのかなというところですね。ちょっと今回斉藤ね全くいいことなかったんで、このままだとさすがの、GM 兼任監督斉藤を推してるコロナぶっ殺すなんですけど、もうちょっと堪忍袋が切れてくると吉田高生にね一軍の座を奪われる、そういう危機もあるということで、ちょっとね今回吉田高生の、能力も見てもらってます。コントロールがもうちょっと上がってくれば一軍で使えるかなっていう感じがするんですけど、本当に怪我人が出たらね、吉田を一軍に上げてローテーションに入ってもらおうかなというふうに思っています。ちょっと今回ね実況という形じゃなくて申し訳ないんですが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。